クレーンも元気になったでしょ。それから大変だった、これは裏の庭なんですけどね、これあの本当に土をよくすれば大きくなる。でちょっと全然手入れできてませんから、笑わないでください、笑わないでください。あ、怖い怖い怖い。よくらしょう。おネギが、おネギがなんぼでも大きくなります。そしてしかもこれほったらかしで、これ玉ねぎや、玉ねぎくんがガガンと大きくなって、あら玉ねぎの坊主、玉ねぎね。でこれが大きくなった、これ食べ応えありますよ。でこれ以上もう今手回らないの、忙しくて手回らないけど、ネギがもうジャングルのように伸びています。ネギがジャングルのように伸びて、であの新たに耕して、私が耕したんだからむちゃくちゃだよ。何も農業したことないから知らねえよ、知らないんだけど、これお芋ちゃん、さつまいも、さつまいもが大好きですね。何かあった時にね、さつまいもこうやって前も植えたらなってたんですよ、ちゃんと土の中でね。であっちにこっちにとこう無限速に今お花なんかが入ってますけど、笑ってください。まだ途中の途中、むちゃくちゃ途中。よっこらしょ。そしてこっちへ来て、この子も大きくなりました。はいはい、あ、はいはい、見えます、ダラダラーンと。これ今夕日です。あ、お花が咲きました。ほら咲いていますね。今年はできそうですね。去年はできませんでした。去年はほんと何個か、10個ほどしかできなかった。それで毎年ご近所にいっぱい分けるんですけど、去年は分けられなかったです、全然。これお花咲くとこ、あ、寝たんだ。これ朝起きた時にこの子、この子見える？どこ刺してんの？ここかいな。この子ね、朝起きてたのに寝てるよ今。今寝てる寝てる、はいはい、今眠ってる眠ってる。朝起きてたと思うんやけど、お花もね起きたり寝たりするみたい。この子はもうあれかな、蜂が飛んできたからな。蜂とかね、この子ね、この子はもう受粉したかな、うん、ちょっとだいぶ前に咲いたみたい。そして青空へ向かってずっと伸びています。お空の雲は今こんな感じで綺麗でしょ。今日は鳴ってませんね、今サイレン鳴ってませんね。珍しいですね、ここんとこずっとすごかったんだからサイレンが。今小鳥たちの声が聞こえますね、ほら。そしてお空はこういう風に展開して、こっちが西へ展開します。西の空です。